すいません、ケンさん。はい、どうされましたか？ポケモン GO のスポットってどこですか？はい、ポケモン GO のスポットがこの辺のはずなんです。ポケモン GO のスポット？ちょっとこちらではわからないですね。確かにこの辺なんですけどね。位置的には6番線の端っこですかね。そこへ行かせてください。伝説のポケモンがいるはずなんです。この先は入場料がかかりますよ。払います。ポケモンマスターになるためですから。ですと150円ですね。ちょうどでお願いします。ありがとうございます。ホームから落ちないように気をつけてくださいね。はい、それじゃあ銀さん、さよなら、バイバイ。いってらっしゃい。すいません、金さん。はい、どうされました？もうすぐ授業が始まるんですけど、スマホの充電が切れそうなんですよ。切れたら何か問題でも？オンライン授業なんですよ。時間的に社内で参加しないとなので。なるほど、途中で切れちゃうかもっていうことですね。そうなんですよ。バッテリー貸してもらえます？駅での貸し出しはやってないんですが、バッテリーのレンタルスポットがあちらにございますよ。そうなんですか。でもお金かかりますよね。1日レンタルで330円ですね。あ、それぐらいなら行けますね。でもまたここに返しに来ないとですよね。お近くのスポットでも返却は可能ですよ。なるほど、ありがとうございます。まあビデオとマイクオフにして寝てるだけなんですけどね。ちゃんと受けてください。すいません、金さん。はい、どうされましたか？これからちょっと子供たちとお出かけするんですけど、切符は私だけの分で大丈夫ですよね？奥様はおいくつですか？保育園児が2人と0歳が1人です。ですと1人分の子供料金がかかってきますね。どうしてですか？小学校入学する前はただじゃないんですか？申し訳ございません。小学生以下のお客様は基本無料なんですが、3人目からは子供料金をいただいております。そうなんですか。じゃあ別々で来たってことにしてもらえます？どういうことですか？保育園児は一人で来たってことで。あ、一人の場合でも子供料金がかかるんですよね。じゃあどうすればいいんですか？大人の切符と子供の切符1枚ずつ買っていただく必要がありますね。お、いいこと考えた。はい、一人お兄さん預かっといてもらえます？無理です。すいません、金さん。はい、どうされました？10分の遅延証ください。はい、こちら遅延証です。20分におまけしておきました。マジっすか？あざっす。はい、じゃあグラジュレーション。この意味がわかる人？すいません、遅れました。おい、カット、また遅刻か？いや、これお願いします。電車の遅延です。あ、電車の遅延な。あー、まあわかった。お願いします。カット、電車が遅れてて、授業に遅れるってなって、お前何してた？いや、そのまま学校来ましたけど。本当か？はい。お前のインスタ、オンライン中になってたぞ。え？スマホいじりながらのんきに来たんだろ？すいません。先生舐めんなよ。こわー。まもなくドアが閉まります。ご注意ください。やっべえ、ギリギリだ。うん？ここ女性専用だ。隣の車両行かないと。はい、ドア閉まります。うわ、間に合わなかった。はい、もう一度ドア開けます。お客様、どうぞ乗ってください。え、いいんですか？女性専用車両へのご協力ありがとうございます。ああ、いえいえ、お客様のような方のおかげで全てのお客様が気持ちよくご利用いただけます。中には急いでいたらついつい乗ってしまうお客様もいらっしゃいますが、中には嫌な思いをされる方もいらっしゃいますので、いつかみんな仲良く乗れる日が来るといいですね。はい、そんな未来をお待ちしております。ちょっとそこの駅員。はい、どうされましたか？キープなくしちゃったけん、どうしたらええ？どちらからお越しですか？大分からや。どこでなくしたか心当たりはありますか？覚えてない。ですと一度車内に確認してみますね。ええー、わええー、わ、金には困ってへんから。いくらや？もしかしたら車内にあるかもしれませんよ。ええー、ねん、はよしてくれ。金には困ってないけん。よろしいんですか？いくらや？大分からですと21,770円です。あー、3万で釣りはいらん。お客様困ります。お釣りは持ってってください。ええー、ねん、ええー、ねん。いや、逆に困る。じゃあ死亡動機お願いします。はい、私が幼い頃、祖母の家に一人で出かけることがありました。その際、あの、列車到着いたします。やれることはやったが手応えはなかった。兄ちゃん、どうした？ああ、就職ってなんだろうって思って、周りの友達はどんどん内定をもらってるのに、僕だけなかなか結果が出せなくて、僕のために用意された席なんてどこにもないのかもしれませんね。そんなことはねえと思うぞ。え、失礼だがよ、いつも見てたよ、兄ちゃんが自分より他人を優先できるその姿勢。自分がどんなに辛くても仲間を思い、仲間を励ますその姿勢。そんなことはな、なかなかできるもんじゃねえぞ。もうちょっと頑張ってみます。ここでこういうもんやってんだよ。え、社長。いらっしゃいませ。すみません、ムーンライトながらの予約をお願いしたいんですが。かしこまりました。出発はいつでしょうか？ちょうど1ヶ月後でお願いします。かしこまりました。ではあと15分ほどで発売ですので、そちらでお待ちください。前は指定席がいっぱいで取れなかったんですよ。人気ですもんね。まあ今日は僕に任せといてください。お願いします。ガイさん、溶け合ってるか確認してもらっていいですか？はいよ、バッチリだ。ありがとうございます。お前逃すなよ。わかってますよ。
行け。どうでしたか。取れました。よっしゃー、ありがとうございます。緊張した。まもなく最終列車発車いたします。ご乗車のお客様はお急ぎください。え、これ終電だっけ。うん、そうだよ。行かせません。私も帰りたくない。帰らなくていいじゃん。でも明日早いの。最終列車もう間もなくの発車ですよ。お急ぎください。ほらもう間に合わないから。え、キイさん、これ最後ですよね。はい、終電です。もう発車しちゃいますよ。じゃあ行くね、ごめんね。え、マジで。バイバイ。はあ、駅員さん、俺クリぼっちっすわ。アイシャッター閉めますよ。ちょっと駅員さん。はい、どうされました。入場券20枚ぐらい買ったんですけど出てこないんですけど。券売機が詰まってしまったということですか。違いますよ。どういうことでしょうか。両思い切符が出ないんですよ。両思い切符、ちょっとそういった切符は取り扱ってないですね。知らないんですか。切符の4桁の数字が揃うか端と端の数字が揃ったら両思い切符って言うんですよ。なるほど。じゃあ使用済みの切符から探していきましょうか。そんなんじゃ両思いになれないですよ。そうですよね。すいません。あれ、純平何やってんの。え、あ、花先輩。いや別に。あ、この後暇。え、あ、はい。え、じゃあさ、スタバ行かない。嫌ならいいけど。行きます。早く行こう。あ、キイさん、これ捨てといてください。おお、はい。ん、メリークリスマス。ちょっと駅員さん。はい、どうされましたか。ちょっとこの前電車に傘忘れちゃってさ。かしこまりました。何か特徴はありますか。ビニール傘なんだよな。ビニール傘ですか。ですと1日何十本も届きますのでお客様のものが見つからないかもしれませんね。まあ見た目はどれも一緒だもんな。何でもよければ好きなもん持ってっていいですよ。あ、実は小学生の孫がよ、お小遣いを貯めて俺の誕生日に買ってくれた傘なんだよ。あ、そうなんですか。前に俺が傘忘れてびしょびしょになっちゃったっていう話をしたらよ、じゃあじいちゃんに傘買ってあげるって言って。まあビニール傘なんだけどすごく嬉しくてな。お客様、僕探してきますね。ちょっと待っててください。え、お客様これ見てください。ん、ああ、これだ、孫の字だ。よかったですね。本当にありがとう。すいません、金さん。はい、どうされました。遅延証をください。こちら15分の遅延証です。ごめんなさいね。ありがとうございます。では、8段落目、大根の漬物はから、宮下さん。失礼します。電車の遅延です。村上さん、おはようございます。あ、おはようございます。これ、遅延証です。遅延証明書ですね。はい。村上さんは遅刻3回目なので、欠席扱いになります。え、今日は高潔ですよね。はい、遅刻です。いや、だって、電車の遅れですよ。遅刻は、時刻に遅れると書くのですよ。だから電車の遅れですって。座ってください。授業妨害ですよ。いや、おかしくないですか。いいえ、何もおかしなことはありません。もう校長先生に言いますからね。どうぞご自由に。やばー。